こんばんばは。スピリチュアル研究家の楓です。ツインレイへのアプローチ方法を詳ししく解説します。ツイインレイの彼を振り向かせたいあなたはそんな風に思っていませんか実際ツインレイにアプローチしたい場合はどのようにするのが効果的なのでしょうかここでは男性女性それぞれからのアプローチの特徴や 効果的な方法などをまとめています。ツインレイ男性からアプローチされないときの対処法ツインレイの男性からアプローチされないときの対処法を紹介していきます。ツインレイの男性からアプローチされないと焦ってしまう女性も多いと思います。特に結婚したい、早く付き合いたいと思っている女性であればなおさらですよね。 ツインレイの男性からアプローチされないときは男性自身の過去の恋愛などがトラウマになっていてあなたへアプローチできないのかもしれませんもしくはあなたと自分を比べてツインレイの男性がアプローチする自信を失ってしまい釣り合わないと考えている可能性もありますネガティブな考えを消してあげるツインレイの男性から アプローチされない時の対処法でおすすめなのはこのような考えを消してあげることです決して自分から積極的にアプローチをすればいいのではありません相手のしてくれた声に喜ぶ相手と一緒に過ごすことを喜ぶ相手のことを好きだと伝えるこのように勇気を出してツインレイ男性がアプローチしやすい状況を作るのが効果的です 自分から積極的に行動しすぎてしまうとツインレイ男性がアプローチする自信を失ってしまいその後の試練を乗り越えられない可能性も出てきますツインレイの女性の試練は待つものが多いですアプローチがない時も試練と思いましょうツインレイ女性からアプローチしたい相手男性を落とす方法ツインレイ女性から アプローチしたい時はどうすればよいのでしょうかツインレイの女性からアプローチしたいケースも多いと思います。相手が社会的に見てもとても魅力的で恋敵が,が多い場合などはいくら相手をツインレイだと思っていても不安になりますよね。早く自分のものにしたいと考えるでしょう。しかし結論から言ったツインレイ女性は。 焦る必要がありませんツインレイの男性もあなたの存在に気づいて早くあなたと一緒になりたいと思っているはずですツツイインレイ女性からアプローチするコツそれでも不安な時はツインレイ女性からアプローチしてもいいかもしれませんしかしアプローチの仕方は考える必要があるでしょう ツインレイの女性がアプローチするときは相手のことを思いやるあまりもしくは相手を手に入れたい一心で女性が主導権を握ろうとしてしまうかもしれませんしかしそれではうまくいかないケースが多いですツインレイ女性からアプローチしたい場合でも主導権は男性側に握らせるのを意識してみてください例えばデートに誘うとしても デートを一から自分で計画するのではなくここに行きたいと相手に伝えるだけでいいのですツインレイにアプローチする前に準備しておくべきことツインレイにアプローチする前に準備しておくことをまとめましたツインレイにアプローチする前には準備が大切です準備をきちんとしておくかどうかでも今後のアプローチの成功率付き合うことになってから 2人に試練が訪れた時の試練の解決までがスムーズにいくかが変わってきますツインレイにアプローチする前にはまず自分の魅力を高めておきましょう心身ともに磨いておくことでツインレイとの恋愛がスムーズに進みますまた自分自身を磨き自己肯定感を高めておくとツインレイとの関係が進み試練が訪れた時も 安心しして待つことがでできるでしょうツインレイにアプローチする時にはどっしりした気持ちを持っておくのも大切ですツインレイとの恋愛は運命の相手にもかかわらずどうしてこうもうまくいかないんだろうと思う時ばかりですそんな時もめげないように気持ちをしっかりと持っておきましょうツインレイにアプローチする前に準備として 相手への気持ちを高めておくのもおすすめです後からこんな人ではないはずだったと思わないように相手のすべてを受け入れる決心をしておきましょう積極的じゃない男性には女性からアプローチすべきツインレイへのアプローチは積極的じゃない男性には女性からしても良いのでしょうか積極的じゃない男性に対して 女性からアプローチすべきなのかそれとも待つべきなのかいざ自分がその立場になるととても迷ってしまいますよね実は消極的なツインレイ男性へのアプローチを積極的に女性側から仕掛けるより男性が動きたくなる状況を作るのがおすすめなんですいくら相手ツインレイ男性が消極的でも いざアプローチしやすい状況になれば男性は積極的に動いてくれるものですとはいえあまりにもツインレイ男性がなかなかアプローチしてくれずつい自分から仕掛けたくなる場合もありますよねツインレイの男性にどうしてもアプローチしたい時には主導権を握らせるのが大切ですツインレイの男性がなかなかアプローチしてくれない時は 過去の恋愛経験がトラウマになっているのかもしれませんあなたがようやくツインレイと出会えたのなら早く付き合って結婚したいと思う気持ちはとてもわかりますしかしツインレイへのアプローチが積極的すぎた場合今後の試練を乗り越えられなくなる可能性さえありますツインレイの女性はもともとマチという試練が多いもの もし男性からアプローチがなくてもそれはツインレイの試練だと思って気長に待ちましょうツインレイのアプローチは主に男性から行われますこれはツインレイの関係は男性が常に追いかける側で女性は逃げる側だからです普段、恋愛に消極的な男性もツインレイに対しては積極的で 情熱的なアプローチをしてくれる時も多いです。ツインレイのアプローチを仮に女性からする時も男性女性の役割をきちんと覚えておきましょう。ツインレイの女性からアプローチをする際はあまり積極的になりすぎてはいけません。あくまでも男性のアプローチを喜んで受ける姿勢を相手に示すのが大切です。笑顔で。 相手と一緒にいられる喜びを伝える、相手に好きだと伝えるなどが、ツインレイの女性のアプローチとしてはおすすめです。以上、いかがでしたでしょうか皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。